フレデリック・サンダーによる、声ダの1893年のスウェーデン語版の差し絵より、スキール・ニルは、北欧神話の登場人物の一人である。その名前は、輝くものを意味する。スキール・ニルは、北上神フレイの召使いであり、フレイとは幼馴染である。口述のゲルズから、あなたは妖精か、アース神族か。 賢い万親族の子かと尋ねられるが、そのいずれも否定していることから、彼の属する種族は、はっきりしないが、おそらく人間。なお、コエッダの、ロキの口論序文において、ワタツミ、エーギルの館で開催された主演に、アース親族と妖精が皆招かれたとはあるが、ビュグビルとベーラーは、フレイと共に参加しているもののスキールニルは、参加していない。松谷賢治はスキールニルを、 フレイの分身であるとし、スキールニルが、主に活躍する、声、あの、スキールニルの歌の物語を賑やかなものにするため、創作された人物だと考えている。ラグナロクが到来した時のスキールニルの運命は、語られることはない。ローランス・フレリクによる、スキールニルがゲルズの家に向かう途中で羊飼いに会う、場面。彼は、フレイが、 巨人ギュミルの娘、ゲルズへ求婚するための使者として、ヨトゥンヘームに出向き、その褒美として、フレイから剣を与えられた。そのため、フレイは、ラグナロクの際、剣がなく、鹿の角で、スルトと戦うことになる。この経緯は、スノーリノエッダ第一部、ギルビタブラカシ37章で語られている。スキールニールの歌においても同じ出来事が語られるが、 この物語でスキールニルは、ヨトゥンヘームへの危険な旅を成功させるために、フレイの剣と馬をもらい受けたいと申し出て、フレイはこれを心よく承諾している。旅が終わった後に、スキールニルが剣と馬をフレイに返したというエピソードは、ないため、ギルビタブラカシ同様、褒美として与えられた可能性がある。なお、ゲルズの家を囲む暗く揺らめく炎も乗り越えられると、される。 この馬が、スールルにおいて、フレイの馬と言われるブローズグホービと、同じ馬かは不明である。スキールニルはまた、オーディンに命じられて、スバルト・アールブヘームに出向き、狼のフェンリルを拘束するための魔法の、ヒモグレープニルを小人に制作させ、それを、アースガルズに持ち帰っている。この経緯は、ギュルビ・タブラカシ34章で述べられている。 ただしこのエピソードは、イギリスの著述家ドナルド・ A ・マッケンジーによる、北欧のロマンゲルマン神話において、ヘルモーズの役割となっている。ありがとうございます。